炎で料理ショー、今月はイタリアンです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今月の炎の料理人は中野市にあるイタリア料理ミケーレの高山シェフ。本場イタリアの味がリーズナブルにいただけます。さあ今日はどんなお料理でしょうか。はい、今日は、スモークサーモンとホタテ貝柱のクリームソースのパスタを作りたいと思います。聞くだけで美味しそうなんですけれどもそうですね、サーモンじゃない、スモークサーモンを使われるんですね。そうですね、そのままもう食べても美味しいものなんですけども、それをはい、少し加えてちょっと贅沢に。魚介の旨味たっぷりのクリームパスタを作ります。じゃあまずパスタを入れますね。お湯に対して 1% の量の塩を加えパスタを茹でます。この時タイマー機能を使えば失敗せずに簡単に茹でることができます。それでは、パスタを茹でている間に、ソースの方を作っていきますね。はい、フライパンにオリーブオイルを敷きバターを溶かします。じゃあホタテを焼いていきます。はい、塩コショウで味を整え軽く両面に焦げ目がつくまで焼きます。これ一回取り出しますね。はい、少しまだ元の色が残ってる感じですかね。ホタテ貝柱を取り出したフライパンに生クリームを入れ沸騰したら白菜を加え煮込みます。軽く塩コショウをソースのベースの方にもしますね。はい、もう火は弱火になってます。そうですね、はい、はい、ソースにミニトマトを加え軽く煮詰めたらパスタを入れソースとよく絡ませます。そこにスモークサーモンを半分加えさらにソースと絡ませます。あ、いい香り。そうですね、お野菜の香りもしてきます、はい、白菜の、白菜も、ね、甘みが出て美味しいですからね。パスタの上に炒めたホタテ貝柱、残りのスモークサーモンを乗せ仕上げにパセリを散らせばスモークサーモンとホタテ貝柱のクリームパスタの完成です。クリーミーなソースにこのスモークサーモンの塩気が合いますね。ハグサイがシャキシャキしてます。なんでお野菜の味がしっかりと生きてますね。白菜ってどうしてもお鍋のイメージが強かったんですけれども、旬の白菜で美味しいパスタ手軽に作れます。炎で料理ショー、次回はイタリア風ミートボールです。お楽しみに。